にも夏って感じで。ここに来て正解だよ。確かに夏はすごく感じられるんだけど、暑すぎて曲作りに集中できないんじゃ。そうですね、新曲作りのヒントは海にあるってめいちゃんが言うから来てみましたけど。早く新曲のイメージをつかんで曲作りを手配してもらわないといけないね。あ、あそこでかき氷やってる。めい食べたい。みんなの分も買ってくるね。あ、めい、私たち遊びに来たわけじゃ。まあまあ、琴乃ちゃん、今までずっとお仕事だったから少しくらいはいいんじゃない。そうですね、午前中はリフレッシュして午後から新曲のヒント探しに専念でも。甘い、なぎさもさきも甘いですわ。そんなことではトップアイドルになれませんわよ。あのマナ様だってオフなんてないくらいの過密スケジュールをこなしつつ数々の名曲を。はい、かき氷買ってきたよ。みんな好きなの取ってね。早い者勝ちだよ。私はイチゴ味よ。シャク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 。冷たくて甘いですわ。ピンミー。すずちゃん、切り替え早いね。さっき言ってたことと矛盾してるじゃないですか。もう、仕方ないですね。シャクシャクシャク。買ってきてしまったものはシャクシャクシャク、しょうがあり。あー、頭がキーンとしますわ。慌てて食べるからだよ。すずにゃんは可愛いな。頭を撫でるのはやめてくれません？あなたと私は一つしか違わないでしょ。あの、二人とも遊んでないで、そろそろ曲作りの相談を。相談はこれを食べながらでもいいよね。はい、琴乃ちゃんは月と同じ色のレモン味。まったく。でも夏を楽しむことも必要かな。かき氷もらうわ。おいしい。私はメロンをもらうね。ふん、甘い。この青色のは何ですか？あ、それブルーハワイだよ。何ですのそれは。初めて聞く名前ですわ。どんな味なんですの？多分ハワイ味？南国的な？南国的な味。きっとセレブな私に似合うリゾート感あふれる味わいですわね。じゃあすずちゃん、少し交換しましょう。ぜひお願いしますわ。あ、メイのは何ですの？ずいぶん豪華に見えますけど。スペシャル宇治金時だよ。クリームとあんこが絶妙にマッチして最高だよ。自分だけ豪華なのを買ってずるいですわ。ちゃんと食べさせてあげるから安心して。はい、って子供みたいな食べさせ方はおやめなさい。みんなちょっとはしゃぎすぎ。ここに来た目的忘れてる。そうだね。でも琴乃ちゃん、なんだか楽しそう。渚もさっき言ってたでしょ、たまにはこんな時間もいいかもって。最近忙しかったし。うん、それに夏らしい新曲のイメージをつかむなら、まずは私たちが夏を体感して楽しまなくちゃ。私たちが体感して楽しむ。そうだよ、みんなでここで夏を体感して新曲にその感情を乗せようよ。それが私たちの月のテンペストの夏になると思うの。だから琴乃ちゃん、一緒に夏を楽しもうね。うん、わかった。じゃあ渚、お願いがあるの。何？琴乃ちゃん、その私もメロン味試してみたい。日が暮れてきちゃいましたね。楽しかったけれど、あっという間の一日でしたわ。名残惜しいですけど。すずにゃん、まだ食べ足りないの？私が食べてばっかりみたいに言わないでくださいまし。
メンバーだけで集まって遊ぶなんて久しぶりだったね。楽しかった。かき氷に焼きそばにラムネ、夏を思いっきり堪能したよね。うん、楽しかったけど、結局月のテンペストらしい夏ってなんだろう。私にも結局わかりませんでした。メイちゃんは何だと思う？え、ああ、ハワイ的で、その、南国的な感じ？こらメイ、それ今思いついたやつですわね。